皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、3月の31日、朝の11時52分、昨日、星稜高校の皆さん、試合お疲れ様でした。序盤までしっかりと、1得点ずつ、点数を積み上げていってと、まあ、最終的には4点取れていて、あとはしっかり、守っていれば、まあ、投手の方含めて、守備含めて、しっかり守っていれば、まあ、勝ててた試合だと思うんですけども、まあ、神がかり的な力の世界でのことを説明しておきますね。そのコンピュータープラスの世界の。まあ、一つずつ、今までの結果から一つずつ上の順位へ上がっていくっていう話もあるんです。で、まあ、石川県の、星稜高校さんとしては、春の選抜、ベスト4までは、過去最高記録だったと思うんですね。で、まあ、決勝まで進めたら、まあ、初というところかと思います。まあ、これ、昨年、私の方で報徳学園を優勝させようと思って、ありとあらゆる考えられることは全てできました。だけども、昨年、報徳学園、優勝できませんでした。決勝で敗れました。で、その後、まあ、相手高校の山梨県の、高校のチーム、ですね、春の選抜初優勝だったんですよ。だから私としては法の下に平等っていうものを、強く用いていますので、まあその全力で私の方も報徳学園を勝たせようと全力で取り組んだとしても結果として、そういう風な形になったと。まあこういう風な、部分があります。で、まあ、その辺のところはプロ野球業界で私が述べているように、その昔巨人、読売ジャイアンツが、ほとんどの、年を優勝していたと。ほとんどの球団は、リーグ優勝ですら、なかなかなかったと。一回しかないとか、まだ優勝したことがないだとか、私が生まれてくる1977年の前の頃の話ですよ。で、そこまで一方的な、状況があったので、その法の下に平等っていうことを、強く、いろんなこと、今まで申し上げてきた内容含めてね、その辺はエッシュロン富岳がありますんで、まあ、対応されてるかと思います。これは、試合についてね、両チームの方たちが全力を尽くしたと。だから、まあ、そこに価値があるんだと思います。その、良い守備だったりだとか、まあ、一球一球、全力を尽くすところ、考え尽くすところ、この作戦で合ってるかどうかとか、資料を巡らすところ、そういうふうなところに、見どころがあるのであって、で、まあ、結果は優勝ができなく、できなかったことっていうのが、まあ、私としても残念だったんですけど、私としてもそのチョイスの仕方としてね、その直接テレビを見た方、見ながら対応した方がいいのか、そのパソコンの、まあ、自分の件のこととか、いろいろ対応しなきゃならないことがたくさんありますんで、それはホームページ、淡井圭介の歴一番を見てもらったらわかるかと思います。ああいうふうに撮影して、検証して、もう一度、いろんな箇所を見直して、で、ここはこうじゃないのか、ああじゃないのかっていうことをしっかりと、説明する。で、この辺のところはね、審判団の人たちがしっかりと、対応してくれていたら、まあ大丈夫なことだったんですけど、余計な二度デマ、三度デマが増えてるっていうところですね。だから初戦からして、その、阪神タイガースの試合で青柳投手がね、プレートから足全然動かしてないんですよ。動かしてないの、ボークとかわけのわからないことを主審の人が言い始めて。で、主審の人の名前を調べようと思ったら、その試合結果のところに、主審や塁審の人の名前がなかったんですよ。で、これは法的なことを、問い詰めていくと、まあ、詐欺罪。で、そこから組織的な犯罪。まあ、こういった形になってきます。大きな金額のお金が動ければ動くほど、その罪っていうものは重くなります。だから、そういう部分を含めてね、テレビの報道でも、そのフェイクニュースが流れているこのような世の中でね、しっかりと本当のことだけに変えて
変えなければ、まあ、エネルギーの残存問題も対応できないということになってきますのでね、まあ、私としてもパソコンの方で対応、今日は早くこれをしなければならないっていう時はやっぱりテレビを見ながらっていう方法は使用できませんでした。あとはまあ自分の体調の部分を含めてですね。で、うん、まあただ序盤で、3点その各イニング1点ずつ積み重ねてっていうああいう状況をしっかりと作れてたっていうのは、まあその星稜高校さんに流れっていうものがあったと。まあその後のその時の私の対応の仕方に問題があったのかもしれませんし、その辺のところは分かりません。でまあ今日まだ試合始まる前ですけども、正直その報徳学園側で試合を取り行おうとは思っています。その後ボクシングの世界戦が、15時45分ぐらいからあります。で、まあ、それは予定です。それまでの試合とかが多分あると思いますので、その辺の試合が、まあ、早く終わるかどうかで、リングインする時の、時間とかが、変わってきますので。で、まあ、その報徳学園に関してなんですけども、その、決勝の相手が群馬県の高校だと思います。報徳学園はすでに選抜2回優勝したことあるんですよ。で、まあ今回は3回目の優勝がかかってるということになってくるんですけども、これは全力を尽くしたとしても、去年と同じような結果になる可能性がある。で、その辺のところについて、私は例えばルール見破りでどうこうっていうことをしようとは思っていません。日本人として全員がまとまることの方が私は重要だと考えています。私は兵庫県民、兵庫県の代表の高校である報徳学園ではある。だけども、そこで仮に、報徳学園が私が全力を尽くしたとして、今のところ今日も遊んでいません。で、まあ、パソコンにも打ち込んでいます。それでも勝てなかったとしても、僕はその件に関して一切不満は持たないです。まあ、優勝できなかったことはね、まあ、能登半島の方たちを喜ばせてあげるっていうことが今回の、特にまあ、星稜さんは春の選抜優勝したことがなかったので、そこは全部一致するんですよ。だから本当は星稜高校の方たちが優勝するっていうのは、一番良かったパターンだったんですけども、ただ、まあ、他のチームにも私の方は申し上げてますけども、その、相手チームにね、その手心を加えるというか、手を抜くようなね、形で試合されても、そこで勝ってもやっぱり意味がない。その試合を行うこと自体に意味がないっていうことになってしまいますんでね。まあ結果は、まあ残念ではありますけども、ただ普通に考えたらね、その選抜でベスト4まで来れるっていうことは、ほとんどの高校がそこまでは叶わないんですよ。まあ皆さんよくご理解されているかと思いますけども。そこはもう胸を張って誇れる、凱旋ということで、石川県、の方たちに選抜ベスト4まで行ったよと。あともうちょっとで決勝まで行けてたかもしれないと。本当に神一人だったっていうことを、お伝えしていただけたらいいんじゃないかなと思います。能登半島の皆さん、春の選抜、まあ、星稜高校さんベスト4までのところは、十二分に、楽しんでいただけたかと思います。被災地の方たちもそれによって笑顔になれたかと思います。まあこれから先復興、長い時間かかるとは思いますけども、まあその辺のところ、まあ良い割り切りとかも用いていただいて、あとはまあ政府の方たちへのメッセージなんですけども、まあご老体の方とかでもう地元離れたくないっておっしゃってる方は仮設住宅に住んでいただいて、まあそのままもうそこで過ごしていただいたらいいと思います。で、仮設住宅に関しては家賃がいらなかったはずです。で、その辺のところもね、国の方でまあ年金の支給額に応じてね、まあ家賃の免除っていうところを、まあそのまま仮設住宅に住ませてあげると。せっかく住居を作ったのに、そこをね、また解体してっていうことをしていた、エネルギーの残存量問題的にも、これも待ちしない。
仮設住宅でいいですっていう方は仮設住宅で、そのまま余生を過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。であとはまあそのまあ仲の良い近所の方たちとかとこう一緒に住みたいとかその辺の要望はね、しっかりと受け入れていただいて、仮設住宅のその近隣のところでね、住ませていただいたりだとかそういったところは、対応できますんで、しっかりと行政の方たち対応していただけたらなと思います。それでは、長い間メッセージ、ご覧になっていただいた方たち、ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知の設定、よかったらお願いします。着信通知の設定をしといていただけると、私が動画をアップロードした時に淡井さんがどういうふうなことを述べている方とか、まあご老人の方たちも含めて例えばもう仕事を降りられた方たちとか、まあ、日々退屈な日々あるかと思うんですけども、まあ、僕の喋ってる内容とかはだんだん理解できていくと、ああ世の中こういうふうなことになっていたのかと、まあ、天気のことから含めて気温のことを含めて、まあ、いろんなことが、すごくよくわかります。まあ、輪廻転生っていうものがあるっていうことが、まあ、その、分かってくると、まあ、死ぬのがね、まあ、寿命で死ぬ限り、まあ、そんなに怖いものではなくなると思います。まあ、死ぬ前に、やっぱり苦しい思いっていうのは、誰しもがするとは思うんですけども、ただ、ただし、その、輪廻転生っていうものがある限り、まあ、死ぬことについて、まあ、良い意味での、その、開き直り、次、生まれ変わってきた時は、こういう人生を歩んでみたいなとか、そういうことを、ちょっと楽しむぐらいでね、まあ、余生、迎えていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、日々退屈なところは、まあ、私からの、まあ、おすすめの部分を含めて、いろんなこと、知っていただいたら、世の中の見え方っていうものがだいぶ変わってきて、楽しいかと。思います。あとは着信通知の設定なんですけども、身の回りの方に聞いていただいたりだとか、あとは販売店の方に聞いていただいたら、着信通知の設定の仕方を教えていただけますので、これはもうスマートフォンとか iPad とかその機種によって方法が違うかもしれませんので、まあ、私としてもそういうふうにしか言えません。以上です。石川県能登半島の皆さん、復興に関してはまだまだこれからですので、まあ、あと、まあ、夏の甲子園もありますしね。あとは、まあ、まあ、他のスポーツ関係もありますし、まあ、どこかで何かがあるんじゃないかと、いうことは私も、考えています。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。